というわけでですね、百均新幹線ダブルセットを紹介していきたいと思います。今回これをね、頼んだので、これまあ誰にセット、2台付きですね。ではこれもう、なんか、5、6年ぐらい近く前からなんかありますので、だいぶなんか箱が、なんか古くなってきていますね。というわけでまず、こんな感じで、パッケージを見ていきたいと思います。でもこっちのなんか、フレッシュグリーンとこっちの車系の青帯ですね。懐かしいな、なんかこれ。多分もうこっちのなんか100均の、青帯は、多分っていうか多分これ、引退直前のようですね。今まで100均持ってなかったんで、もうなんか100均顔に100均なら持ったんですけど、こんな感じで。で、まあ、こういう感じですね。まあ電池の入れ方が書いてあります。これどうでもいいですね。で、まあ、おろせん図があるわ。新大阪から博多までの各駅、ほんまに各駅に止まっとんだね。って感じです。で、こっちはね、写真が、って感じです。というわけで開封していきたいと思います。ハサミは開けにくいな。というわけでね、開封していきます。これ開けづらいな。あれ、ここにもビニールがあったの分かりにくいですね。結構この箱寝起きなんでほんまにあんまりなんかしっかりしてないんですけどね。そうか、こんな感じ、こんな感じです。まずですね、引退直前の青帯の車両から見ていきたいと思います。なんか結構シンプルになっていますね。旧製品と全く違う。まず、後継者から見ていきたいと思います。おお、これちゃんと車両番号入ってんじゃん。こんな感じです。車両番号とか俺あんま分からないのでね。こんな感じです。でもこれなんか黒く塗装されています。旧製品とは全く違う。しかもなんかこの塗装がなんかいいですね。こんな感じで結構輝いてんだ。こういう感じです。本当にもう引退直前ですね。続いて中間を見ていきたいと思います。こんな感じで。で、しかもこれ、旧製品は2階建てだったんですけど、もうこの時はもう2階建て車両は連結されてなかったのかな。こんな感じで。普通にもうなんか、2階建て車両はもう連結されてないですか。なんか、でもフレッシュグリーンで、2階建て車両なんか見たことないです。って感じです。最後に後継車、先頭車を見ていきたいと思います。先頭車はですね、こんな感じにライトがついています。これでも、これライト、2スピード式ですね。こんな感じで。でも結構なんか車両番号とかっていうなんか、細かいことが書いてあって嬉しいね。って感じです。続いて、フレッシュグリーンの方を見ていきたいと思います。シンプルに感じます。しかもなんか塗装がなんか白じゃなくて地味にグレーになってます。なんかカメラじゃわからないと思うんですけど、ちょっとこっちも行きますね。これはフレッシュグリーンです。これはゼロ系のフレッシュグリーンが、時期ゼロ系がラストラウンドで運転を終了するときの100均の塗装ですね。まず後継車から見ていきたいと思います。後継車はですね、こちらもね、なんか車両番号が入っています。こんな感じで結構リアルになんか再現されています。このフレッシュグリーンというこの感じが結構リアルでなんかシンプルでいいですね。こんな感じで結構いい感じになっています。こんな感じで、なんか結構いい感じ。旧製品と全く違いますね。他の車は旧製品でしょうけど、でもなんか違う。旧製品とはこっちの方がいいです。こっちですね。こんな感じで結構リアルさがありますよ。なんかシンプルでいいですね。新製品の方が。旧製品、そういえば持ってないですね。200系の旧製品なら持っているんですけど、こういう顔の、100系顔の200系は持っているんですけど、
続いて最後に戦闘車を見ていきたいと思います。戦闘車はですね、こんな感じで結構こちらもリアルになって再現されていますね。こんな感じで屋根もちゃんと銀色にちゃんと塗装されています。こちらの横はもう本当に全体全身グレーにシンプルに塗っています。こんな感じでって感じですね。というわけでですね、2台揃いました。こんな感じで、というわけで最後に総合動画をやって終わりたいと思います。